おはよう世界、Good morning world。 ドクターストーンのナンバー7でしたっけ。入っていきましょう。素晴らしい、うん、私の名は琥珀。私の名はピーター。私は君のことが滅法好きになってしまったようだ。うん、いいね。切ってましたね。切り上がりましたね。何好きってこと？よかったね。ああ。へえ。OK。いいんじゃねえか、恋愛って。ねえ、ティッちゃん。お、用心してますね。剣構える寝相の新人類かよ、てめえはよ。恋愛能がどうとか言うからだ。は、うん。君の生き様は気に入ったが信用したわけではないのでな。なるほどね。己の身は己で守って生きてきた癖だ。あまり気に留めるな。気に留めてしまいますわ、そんなこと。0.1 秒でも早く寝やがる。0.1 秒。傷つくぞ、私も。紳士だが口の悪さは異次元の男だな。異次元ですね。うっかり殺しそうだ。ならうっかり死ねうちに寝ろ。一日に二度もぶち殺されてたまるか。ほんまね、死んでしまったよね今日。あの挑発男と戦うんだろう。 T の毛がいっぱい飛んでる。私もオメオに引き下がるわけにはいかないの。そうだよね、あいつやばいもんね。ああ、そのために科学の国を作るんだよ。科学っていうのは妖術だよ、お姉さん。つまり仲間が欲しいのだな。はいよ。ならば私と一緒に来るか。行きたかったんだよ。いるんだな、他にもライオン仲間がよ。ああ、ティーちゃんみたいなライオン仲間だよ。うってつけの男もいるぞ。おお、おじいちゃんですか。私についてくるといい。おはよう世界、Good morning world。あんたかわいいね。みゃ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 。どれほど歩いたろ。めっちゃなんか L と R の、間をさまよってる。黙れて。僕は黙らない。それがダメだったら俺たちのハグタイムが終わりっていうことです。かわいい。うん、起きるか。あお、うん、かわいい。もう起きるね。うん、かわいいですね。 OK。たくさんのあの女の子の仲間とかいるね。あのなんか漁師ボーイもいるよね、ここに巻いてるやつ。あいつはきっと友達になるだろう。先駆のまた胎児のような200万年のアリどこ。おお、なるほど。てか絶対それ重えよろ。重いっしょ。メスライオン。メスライオンじゃない。そもそも私じゃなくアメじゃだ。ああそう。実に迷惑千番の足でまといなアメじゃだ。わお、ひどいね。最近は特に具合が優れない。でもわざわざ取ってあげてる。健康体と変わってあげられるものならな。おお、いろいろ大変やな。50リットル弱ってとこか、その水がね。風呂にはちっと足んなそうだな。たくさんあるんか。何往復してんだてめえ。毎日てめえ。単なる私の日々のトレーニングだ。あ、そう。私も鍛えられた。迷惑な姉者にも少しは感謝しなくてはな。あった、危ねえ。ダ
お、助けたな。てめえはよ。超口飽きたね。貸しやがれ。モテへんかい。お前だけ使えへん。マシやな。おめえ弱いな。でも科学作ったんだね。すげえな。これは楽しいや。あった、車か。あー壊れた。あー壊れちゃった。ちょっと壊れたことに一言言ってよ。もう普通に村だね。みんな漁師だね。めっちゃおる。隠居 40? なんでお前らって英語を話せんだよ。でも、つまりここは復活者の子孫たち。復活者となると初代がいたはず。結構前からいるんだねこいつら。今から運百年前、俺みたいな科学マンが初代にいて復活兵器を作ったかもしれんね。結構美人じゃねえかこの女の子たち。彼女も伝わっちゃいね。どっから湧いて出たんだこの連中。めっちゃ面白いよね。さてやさてや。あれ、あ、殺されそうだったね今。先駆狼藉あんなしたらダメって。これはもうシンプルな話をして。また英語喋っとる。また英語。あんたら横文字好きやわ。過去に追放された罪人よって入れるわけにはいかない。なるほどね。個人事情は考慮できない。ここ以外の人は罪人だと話し合った。殺すんかい。今ここで私と戦うか。おお困った。2-on-1じゃないか。また英語かよ。これは君たちが有利だな。なんだ有利じゃねえんかよ。てめえはよ。お、妖術が来た。確かにこういう攻撃があったんだよね。他のアニメとかでは。かわいい。じゃあこいつ悪い顔しやがる。めっちゃ悪い顔するな。めちゃくちゃやばいやろ。いや絶対にこんなに気にしないやろ。お前なんやねん。誰やねんお前。だって威力ないよこれ。なんだなんだ、おめえじゃねえかよ。クロム。へえ、よかったじゃんかい。天才妖術使いかいお前。ライバルか。よかったね。めちゃくちゃ気にしてねえな。金炉銀炉笑ける。木炭の枠からいくらでも作れんだよ。おお来たぞ。ビビってなどいない。未知のものを警戒しないのはただの間抜けだ。おお僕は普通にビビってたけどね。なんでお前ら。俺は貴様の怪しげな妖術とやらに頼る気はない。へえ好きにしな。だからここ
おう、なんだって？ほう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 、来たぞ妖術同士のファイト。どんな武器とか使うんかい。火起こした？シンクバーサスクローム。魔法使い同士の戦いは凄まじいぞ。絶対くだらんだしょ。おお、なるほどね。違う粉を入れて色を変えてるんだね。それはちっとぐらい面白いよね。せんくんの顔が。バレたか？やべえ、なんだこいつ、青い結晶のことまで頭の中読むとかそういう術か。やべえ、そうだよ、自然界すげえぞと思ってたんだね。お見取り師やした弟子にしてください。あ、どうして弟子になりたがるか、どっちかだと思ってたのに。やべえ、センクはね、ちょっと大変なやつやから。次は何が出るか？ちょっと待ってろ。攻撃できるやつ。今回マジでやべえ。なるほどね。おう。何？これ、子供の頃めっちゃ作るよね、なんか。あ、違うか。硫黄のボールか。さっき火にもぶち込んでた硫黄を土器に詰めて火で溶かす。なるほど。冷めて固まったら外側を割って完成か。すげえ作り方だな。硫黄玉の静電気発生器、本来17世紀の発明品。なかなかすごいもの作るじゃん。それじゃねえか、クロムてめえ。いただくんかい。来たー来たースーパーサイヤ人。教えて。めっちゃおもろい。子供科学実験教室かてめえら。かわいいじゃん。でも17世紀ってなかなかすごくね。てちゃんかわいいね。てめえはこの原子の村で全部自分で考えたのか。使えそうな鉱石や、うん、めっちゃ頭ええやろ。全部自分で集めたのか。おお、そうだよ、悪かったな。絶対すごい弟子やろ。何でも集めんだよ。集めたのぶったたいたり混ぜたり燃やしたり。おめえと一緒だよ。それが妖術だ。教科書なしで使えるやん、弟子。見やがれつかさ。てめえが俺を殺そうが誰を殺そうが、科学をリセットしようなら止められねえな、人間って。何でも試すバカが必ずまた起こすんだ、科学文明をよ。ツルピカの猿が蘇るのだ。100%つかさに殺される側の人間だ。俺ら科学王国の一味になるしかねえな。全然話を理解してないでしょ。何の話だ。てめえと一緒に入るんかい。倉庫もな、ぜひ王国に欲しいところで。勝手に入るんだね。クソだぜ、このまま引き下がるわけにはいかねえ。なら俺と最後の勝負だ。タイマー、俺負けたら土下座して二度と村に来んじゃねえ。てめえが勝ったらそう
勝負ごとくれてやるよ。勝負？勝負か？お、ティちゃん近づいてきた。お、これは先駆やばいってば。いやー、さよならでーす。一瞬かい、一瞬かい。ティーちゃんかわいいにゃ。やべえな。今日は調子が悪かったな。コレクションなら負けねえぜ。いや、これ全部ただの石じゃない。使えるな。めっちゃいっぱい持ってるね。まるで違いがわからん。いやいやいや、多分石すごいと思うよ。それで文明作られてるはずだよ。僕も昔虫とか集めてたな。どうでもいいんだよ、金狼。戦利品鑑定祭りはもう任せる。温泉を姉者に届けなくても。はいよ。まだ暑いんかな。通称賢者の石。うん。そうだね。すると水銀が取れる。また怪しげな術やってるな。村の外でなら好きにしろ。おう、ええんだね。切れんのか。ここで科学文明を果たすから。こりゃあまたす。切れんのかい。はい、ゴールドになりました。どうすか。ただピカピカしてるだけ。あ、こっちが、こいつが金狼か。絶対銀狼は欲しいぞ、それ。金狼は無理だぜ。ルールはルールだしか言わねえ堅物だかんな。ルールはルールだ。なんだ結構。なんだ、喜んでんじゃねえかよ。なんだ。もう一人のやつは金の槍はないのかな。おほほ、モンハンで素材ばっかやたら集めてるやつみてえだな、てめえはよ。モンハンか。植物もあんのか。センブリ、めっちゃ時間かかるよね、モンハンやんの。やったことはないけど。薬じゃねえか。おお、効くのかどうかも怪しいけど。何、家族のために。へえ、自分の体。あっ、あの女の子のお姉さんかな。そのために妖術使いになったんだ。へえ、なるほど。あ、アネジャがここの領主か。私の病のためにいつも療養の温泉水感謝します。琥珀、昨日は来なかったが、何かあったのか。はいよ。うっかり道中で寝てしまってな。森で一晩明かしたのだ。嘘つけよ。あなたね、そういういい加減なところ直しなさいよ。嘘だって分かったよ。少しだけ外してもらえませんか。なるほど。琥珀、ジャスパー、ターコイズ、全部全部石の名前だ。お願いします。さよなら、アドバイザーたち。なんかみんなオロチマルみたいなもの持ってるよね。結び目が変わっています。髪がほどけるほどの事故があなたの身に起きたということでしょう。そういうこと。あ、おい、ルリちゃん。お願い、無茶しないで。もう長くはない。私のためなんかに。あ、この女の子。センクに助けられちゃうんじゃねえか？科学はねえのか？何？あなた医療できんの？ただこのストーン
ンワールドじゃ。どうだ、なんかできるか。てめえには全部話しといた方がいい。3700年前に何が起きたのか、崩壊前の世界のこと。話す？信じるかな。東京タワー、サラリーマン、科学、飛行機、車、地球、アメリカ、ロバート、そして何らかの、おパピー、ちゃんと逃げるんよパピー。あ、めっちゃ信じとる。すげえな、超エンパシーある人。どうなってんだてめえの情緒。泣いてねえよ。いや、クソ泣いてる。誰だよその石化の犯人はよ。まあ、ね。見つけたらぶっ殺してやる。じゃねえかよ。先輩人類たちが何百先輩人類。じわじわ作ってった。そんなやべえ科学文明が一瞬であっさり全部消されちまったのが悔しくてしょうがねえんだよ。されてねえよバカ、まあ、俺たちいるじゃねえか。どこにだよ。な、簡単な人類が負けっかよ。うん、人類の負けっかよ全部俺のここに。そういうことか。200万年。そしててめえのここ理解違うのかよ。おお、違わねえよ。決まってんじゃねえか。センク、俺も一緒に科学の国を起こす。起こそう。ぶっ倒してやるぜ。ぶっ倒そう。さっき言ってたじゃねえか。ルリを救う科学の手があるってよ。あるのまい。ああ、作るんだよ。科学の万能薬。ペネセリン。抗生物質よね。抗生物質か。That is pretty amazing. If you can make 抗生物質 the antibiotic, that's pretty damn amazing because that is 21 世紀 technology. Dr. Stone, あんたらは何するのか? Oh,謎ダンスだけど、うん、楽しく歌を聞こえながら、うん、あと鼻拍手したいよ。それは多分猫のため。さっきめっちゃこれやったから鼻にいっぱい入った。プッツァパタパタパ。どこいるティー。いい日。俺たちで世界を救うんだぞ。ダクターストーン。え、次は何と言う？ストーンロード。うん。シルクロードではなくてストーンロードですね。皆様、ご視聴ありがとうございました。鼻クションしないといけないから、バイバイ。